だろうなっていうのが分かるし、そういう僕ら会のチームはそういうモチベーションで臨んでたから、そういう単純な今の順位とか成績数字っていうのも、まあ、こんなもんかなって感想として、いずれそんな気にしました、最初の方気にしないですよ、うん、いつまた上みたいな感じ序盤戦の順位はそんな気にしなくていいですよね、うん、セレッソに関して去年はもう本当にスタートダッシュができた、僕練習ぐらいしたけど全部いつよ、なかなか逃げ切れない感じが、でも結構そこで抜けたんだよね、実は練習マジ大きいっすよ、大きいね、引き分けでもダメだよ、引き分けだもん、勝たないと勝ち点もう上に行けない感じ、でも J1 でもリーグ戦やって試合数がそれなりにあってだからもうなんていうかそもそも変わんないわけじゃない、だけど J2 はより大きいかな、なるほど、 J1 は、俺の考え的にはもちろん優勝狙うけど、落ちなかったら OK みたいな感じじゃん、あ、まあまあ確かに優勝じゃなかったからね、J2 は注意だったら全く意味ないし、最終的にプレーオフまで行かなきゃ上がることが目標だから、J1 は最初優勝狙ってても最終的に目標変えれるじゃん、残留すれば OK っていう、確かに確かに、なるほど、そういう状況もある、なるほどなるほど、プレーオフで争うこともあるし、その辺の感覚っていうのもじゃあよく分かってる、そうです、プレーオフを目指してたチームやった、今現状の自分たちっていうのはどういう感じなんですか、まあもちろんで目標として J1 昇格、J2 優勝っていうのはあるわけなんですけど、うん、今の心持ちとして例えばまずはプレーオフ圏内かなとか上位3位とかいろいろあるじゃないですか、その感じっていうのはどんな感じですか、まあ、チームもいいし2人もそれぞれもいいし、結構対談って難しいね。難しいです。それは分かります。これとしてはやっぱりなんだろう、J ももちろん気にはしてるけど、納得のいく試合を毎試合したい。それは結果としても。結果としても、内容としても。結果だけ求めたくないし。内容から結果につなげていった方が結果的に後々良くなるってことですか、そういう意味で内容の充実はできてる感じですよね、毎試合毎試合、ね、簡単にできても面白くない部分ももちろんあるし、練習やってても、ね、良くなってる感じはすごいするし、自信持ってプレーできるようになってきたし、でもこう今チームの中でも2人は特にそのこのサッカーへの理解度が高いというか、まあ、表現する力もかなり上の方にある2人だと思うんですけど、それぞれやっぱり改めてこうやって見てやってみてこう合ってるなって感じがやっぱりするわけですか、それは感じる、こういうサッカーしたかったし、やっぱボールを大事にするっていう人がそうなると勝手になりますよね、そういう感覚っていうか、言わなくても分かり合える部分が多いっす、2人の間でのそういう意思疎通もあったりするもちろんチームもあるわけですけど、この今のこの2人の中での意思疎通みたいな感じは、そうだね、うちはキャンプの時から同じことやってて、すごい器用な選手っていうのはすごい分かってたの、分かってて、あとは左利きであります、ね、あのボールの持ち方とかもすごい独特っていうか、そういう中でこう持ったらこうパス出せるとか、うちの特徴とかもすごい分かりやすくて、すごくつかみやすかった、もう預けて返してほしいときに普通に返ってくるなっていうのがもう最初本当やっぱすげえなと思ったし、お左利きで感覚っていうものは、
医者が精神通じるところがあるわけですね。だから本当にあるね、うん、左利きってところにそういうところありますもんね。また、うん、さっき言ったように対戦経験あるわけじゃないですか、うん、その時のイメージってどの中で出すのか、だからその選手としてのイメージ。いや俺スーパーボール決められた。あ、そうですねそのイメージ、うん、僕もタマさんがポストでやってたんですけど、おその時はやべえな、一人でドリブルパーッと出せて、ディフェンスも本当立ってるだけみたいな。ああですね、覚えてる覚えてる、うん、その時のお互いのイメージ、選手としてのと今って違ってたりします？俺は一緒一緒、うん、私もそう思います。そう、本当に結構やっててすごいやっぱり合うんですね、一緒といつもと。逆に言うと新しい発見みたいなのした。あ、こんなこともできるんだみたいな。いや、左サイドバックのスペシャリストっていうじゃないですか。ボランチとかもやっててすごい、うん、すごい器用なんだなと思った。確かに結構スペシャリスト多いですもんね、左サイドバック。どうですか？僕はもう練習中から全てがすごいです。全てまずして。いや、本当にお二人の間でもそういう風になんだろう、イマジネーションとか数字とかあって、それをじゃあ周りに広げるってこともできてますね、チームというか。できてきてるとはもう別に俺らが中心でもないし、うん、まあ、監督が言うこともすごいたくさんあって、それを学ぼうとする選手たちがたくさんいるから、うん、2人で要求し合うときもあるんですよ。あるある。どんなこと言ってるんですか？ってか細かいこと結構言うしね。あ、なんとなくこうしてくださいって言われることもあるし、こうしてほしいって言われることもあるし、うん、あと2人っていうかフリーキックとりあえずもんね、そういう、とりあえずとりあえずするなんかそのミーティングでも、あるし、あとはどこでどこにどれ取れたかっていうのもあるし、角度とか、まあそうですよね。でもこう取っていい位置で、まあ、この辺とかで相手もどっちでも蹴れるってなった時に、こうちょっとこう蹴れたそうな視線感じたりしませんか？蹴れたそうにしてる人が、ね、それはその時に考えればいいんじゃないですか？そこは主張の試合なんですか、どっちが蹴るか？主張、まあでもそれフィーリングとかもあるし、あ、その本当にその場の本当に試合によってもありますよね、うん、キックいい、あ、そう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 、いいっていう、そう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 、確かに確かに、うん、その前で練習で結構試合に出てるじゃないですか。そういう時にもそのフリーキックについて話し合ったりしたんですか？話し合ったり別に今週はいいなでもそうだし、あー、あるある、あ、うん、あるんですね。あるある。今週どうですか？いや、明日やる。あ、明日やる。あ、前日やるじゃん。前日っていうか、今連戦だから。あー、そうそうそう。うん、なるほど、なるほど。結構そこでお互いに刺激し合ってくることもありますよ、やっぱり。フリーキックアーチ。なるほど、なるほど。いや、僕はいいですね。チーム、こんなにすごかったね。いや、私ね。20本連続攻撃でしたよ。誰が、え、うち、え、マジで？そう、もう一度、もう一度。そうっす。もったいね。忘れてましたね。群馬戦の前と。そうだ、うわぁ、もったいない。やばかったっすね。やばかったよ、はあ、そういうのもあるんですね。それぞれでも違いますよね、タイプとして。ああ、違う、キッカー、うん、どういうタイプでお互いに表現しますか？じゃあ、こう、どういう、うち力強くて、ボールを落とす感じ。ああ、なるほど。タムさん、うまい感じです。ほんとタイミングの外し方とかうまいし、蹴った瞬間、あ、入るっていうのも練習してて分かるんで、うん、なるほど、タイミングで、うんうん、勝つときがすごいんで、あ、そういうのも学びたいです。タモさんもやっぱりちょっと学ぶというか、いいところありますね。そうだね、結果だったね。うん、威力とかすごいと思う。それってお互いにこう、できねえなって感じだったりするんですか？できないところはもちろんある。うんうんうん、教えてくださいって言っても多分言葉では、ね、多分無理なんですよ。あ、なるほど。見て自分で考えて吸収するしか多分ない。
内田君はそこで玉さんにお前が蹴れって言ってもらえるように頑張るって言ってました。いつ前ちょっと話聞いた時だそうですよ。そう言う日が来そうです。え、なんて言うんですか。近い近い。本当にちょっと面倒くさくないよ。なるほど。ちょっと話題を変えましょう。まあでも、そうですね、さっき話ちょっと出ましたけど、監督ですね、監督やっぱりすごい特殊って言えば特殊だし、まあ、ベーシックじゃベーシックなんで、まあ、そこら辺結構人によって理解が違うわけなんですけども、お二人のその理解、この監督ってどういう監督って聞かれたときに、なんて答えるかっていうと、なんて答えるっていう、でも、風間さんみたいな監督に出会ったことある近い監督はありました。いた、はい、富山の時、アンマさんって人なんですけど、あその人も結構特殊で、かなりいい。そうですね、大木さんの下でやったりして、そうそうそう、ああの後部の大木さんの下でやったりしてますよ。こういうこと言ってんねやろうなっていうもやっとしたものは分かるですね。あ、そう、はい、これはないんだよね。ないけど、代表の時にその大木さんがコーチで、その練習とかボール回しとかの練習は大木さんが見るんだけど、それすごい似てる。あ、似てる。出して寄るとか。あ、そうですね。大木さん、接近展開連続でしたっけ。そうそうそう。ありましたね。監督としてはそういう監督に出会ってなかったんだよね、これは。改めてじゃ監督が言ってたことで一番今衝撃受けたというか、一番かなんかハッてなったことっていう。止めて切るっていうのは、当たり前のことなんだけど、それを真面目にやったことがあんまりなかったかもしれない。真面目にね、なるほど。トラップでプレッシャー感じるからっていうのを言ってて、いいところに止めれば相手止まるし、来ないっていうので、やっぱ改めてトラップの重要性。本当、うん、そう。タモさんだったらある程度感覚でそれやってたんじゃないですか。うん、そうだね、それもある。うん、ですよね。うん、タモさんが上手いと感覚がそれになったと思うんですけど、改めて言われてやっぱりなんか気づかされるものがあるんですか。ある。よくバルサの試合とか見るけど、ちょっと見方変わった。あ、その気持ちが分かります。分かる。気持ち分かる。サッカーの見方が分かる。分かる、うん、気持ち分かる。すごい。そうですね。確かに結構見る方。見ます。めっちゃ見ます。確かに確かに。バルサとか特に見方変わる。変わる変わる変わる。レアルとかだとまあうまいなくらいの感じにしか、うん、なかったですね。確かに確かに。結構そういうところに気づきが多いですね、やっぱり。そうだね。その中で自分の技術とかプレーに変化ってもやっぱあるんですか。変わったと思うんですね。本当に。うん。結構タマさんっぽいプレーだなって思ってるけど。いや、だからその良さをの回数が増えてるかもしれない。ああ、なるほど。うん。そういうところでも変わりましたね。うん。ボールの大きい位置が、もう本当感覚でやってた部分が分かった。それするだけで見え方が全然変わってきたし、よりいいところが見えるようになったですね。結構それ教えてもらったことって人に教えられたりしますか。やっぱ言葉にして言ってくれるから、言葉にして言ってくれるわけじゃないですか。その感覚で言わないから人に教えられたりしますか。それ俺が誰かに、うん、そう言ってることとかやってることって、結構言ってるかも、そういうのってチーム内でそういう広がり方してしてます。うん。で、本当に、まあ、監督も本当毎回毎回積み重ねだっておっしゃるわけなんですけど、本当に一日一日こうやってそれが積み重なってる感じなんです。選手からしても、ちょっとください。積み重ねだし、それをどんどん最初は頭で考えてこうしないとこうしないとなんだけど、それが自然にできるようになってきた。そこが目指したところです。そうですね、うん、本当崩しのことが最初はスペースに出してたのがみんな
あれですもんね、足も早いに出すようになったから、うん、最初のゲームと全然違うです、うん、そう不思議なのがやっぱりあの止める蹴るをちゃんとやっていくことでこのチームの崩し方みたいなのが勝手に言ったら変だけど生まれてるのがありますよね、うん、その連続がコンビネーションになっていくっていうのは練習でやれてないと試合では絶対できないけど、あそれはすごい感じるなので、こういう特にその攻撃の崩しとか、まあ、相手をいなしたことかもしれないですけど、ああいうのの感覚とかその連携コンビネーションらへんっていうのが練習で結構養ってるところあるんですよね。その結構攻撃水ごでアイデアだっていう人もいるけど、結構このシーンでそうじゃない感じもしてくるし、まあ、それももちろん大事だけど、まあ、練習でやっぱりその人の人の特徴であったりとか二人の関係とかも気づけることもあると思うから、もう二人のコンビネーションも増えてきそうな感じは増えていくんで、見てますけど、見てます。見たことじゃない。ポジションにもよりますよ。まあね、確かに。後ろやるとき、結構たまさん、意識するんですけど、結構距離遠いから。ワイドとかやったら、たぶん、元からも。でも結構、広範囲に動いてくれるから、割とね、そこで当てて自分が上がって、みたいなやつ。見つけやすいです、後ろにでも。ああ。外す動きとかも、うん、めっちゃ目に入ってくるので、見やすいです。そういう動きも覚えてたんですか？覚えた。いや、そういう、あの、このチームっぽい動き方。うん、まあ、いつっていうのはマジうるさいですよ。うん、ああ。なるほど。結構、しっかり。本当に吸収してやってるんですか？やってるやってる。37歳だけど。なるほど。絶対ずっとやってきたんですよ。意識してないですよ。まあ、ある程度意識してるところもあるし。まあ、感覚でやってるところもあるし。なるほど。で、まあ、まあ、で、まあ、もう一回チームというか、まあ、ただこれからっていうところの話をしていくと、まあ、さっきも話したんですけど、本当に長い、ここからが長い。そのここからにここからの戦いの中で、まあ、お二人の経験がある中で J2 を戦っていくチームにこうどんなことを今後は発信していきたいですか、まあ、チームにチーム、まあ、要するにここがやっぱ J1 でしか戦ってないチームなので J2 の本当のコースのものは分かってきてないところもある。で今4分でちょっと忘れたこの大場でところには3分で違うかもからだぞっていうところで、どんなことに注意したらいいかとか、うん、っていうのです、まあ、夏をね、ここからまた持ってたみんなので、まあ、夏は大事じゃないですか。大事、全然新鮮の大事ですよ。あそこでどんだけポイント稼いで、折り返すかで、でも僕らのやり方ってさ、相手に合わせていいのさ、ね、まあ、俺らがどこまでできるかっていうチームだし、そういう風に風間監督も作ってるから、そうなんですよね、本当に自分たちのを信じて突き進むだけだと思う。まさにそうなんですよね。そんな中で本当にその通りだと思うんですけど、自分たちから崩れないようにしないといけないです。うん、よくね、やっぱ夏場連戦疲れ疲労ってよく言われるわけなんですけど。このサッカーと疲れたの疲労ってどのくらい関係してくると思いますか？当然ハードワークのサッカーのところはそこが一番の問題だったりするわけですけど、このサッカーと夏場のサッカー、夏場の相性というか相性いいんじゃないかな。いいですか、うん、もちろんどんな試合でも疲れると思うし、夏場だとその今やってる試合よりは疲れるとかあるかもしれないけど、でも俺の中ではとりあえずやってて楽しいっていうのがあるから、疲労感は終わった後全然違う。なるほど、違います。でもこんだけボールも持って入れたら違いますよね、夏場に、うん、でそこからまた単純のミスとかどんどんなくなっていけば、そうですね、確かに確かに、そう立ち
違うと思う。大量のミス結構的なんですよね、このサッカーで、ね、でも怒るサッカーだよね。そう、それだけ。そう、それだけですよ。本当そうなんですよね。トントントンかってみながらなりますもんね。ミスした時傷口でかいですよね。でもそれを乗り越えていければ、うんうん、でも本当に毎日やってる練習でその単純なミス自体を消していけることもできそうなんです。なんか一回ミスしても、もう止めないし、やり続けろっていうから。なるほど、そうですね、うん、ミスしてももうやり続けろ、うんうん、ミスした後のその挽回するようなこう意識づけというか、そういうのも練習の中ありますね。怪我言われますけど、絶対まさか、まあ、ミス していいミスとしちゃダメなミスあるじゃないですか。その割合は減らしていけば、うんうん、あのボール回しにしてもなんか普通のボール回しってカットしたらおしまいがその後があるじゃないですか、うん、あのボールはすごい面白いなっていつも思ってて、でこのサッカーにもすごい繋がってるんで、それ感じますか。やってるはしねえよすっげえ死ぬのがあります。感じそうに見てるわけ切れないぞ。でも、取られた側からしても、すごい、まだ自分らのボールにできるっていうか、終わらないから、ミスにならない、ミスにしなくて済むみたいなのがあるでしょ。そうっすね。それも武器って言ってますよね。そうだね。顔が、うん。それっていうのは、取られても切り替えて、また奪って返し、行くのも、僕らの一つの武器だと。早く切り替えて。うんうん、最後の方です、もう、これ。最後の方です。まあ、今後っていうところで、まあ、本当に監督その時にいい選手を使う監督なので、まあ、主力といっても本当に全然合体じゃないというか保証が全くないチームで、そういった中で自分たちが今後もそうやって試合に出続けていくために、まあ、そうやってチームの力になっていくためにどういうことをしたい、どういうことをしようと思いますか。自然にやることが一番大事で、まあ、あとは学ぶっていうこともいつも頭に入れながらやるんだと思う。もう今まで通りやるだけです、ね、それで出れなくなったら出れなくなったと思って そこで別に騒いでけんそうな、まあね、若くもないしやることをやってれば大丈夫かなと。またいろんなし、そうですね、川さんに会えた。これね、8歳さん。今年の8歳です。9歳さんじゃない。9歳。やばいっすね。9歳さんか。9歳さんっすよ。だから、高3の時に、なんで高3ですか。いや、なんとなく。高3の時に小3でしょ。そうっすね。高3のプロになるのは小学生ですか。すごいね。この話もいいです。本当に。はい。まあ、じゃあ、まあ、最後2つで質問しますね。はい。すごくベタなやつが1つ。まあ、J2 が J2 優勝するために、J2 が昇格するために、今後自分的に追いかける数字だとか、目標にするものっていうのは。はい。本当にね。本当にね。それでも2つくらい取りたいなとか。いや、得点は意識はもちろんあるけど、チームが勝つことしか考えてない、うん、どうすれば勝てるかって、うん、別に汚れ役やっても一緒だよ、うん、昔のタモさんだと自分が点取ってればチームも勝ってるみたいな感じなんですよ、うん、考え方は変わった部分ももちろん。じゃあ僕はでも何かあったりするするしかないですね。私としては得点に絡んでたみたいなのがあったりします。まあもちろん絡めればいいですけど、うまくなりたいです。うまくなっていけば、まあ、当然チームのためになると思うし。うん、最後にまあこれもベタですけど、意気込みってやつですよね。今後の戦いに向けての。はい。
込みは、まあ、まず自分たちが楽しくサッカーをすること、まあ、それが勝率だからチームもありますし、ね、そうすることによって、なんだろう、やっぱりこのお客さんとかも見て楽しいなとか、また来たいなとかっていう風になって、国も増えていってくれると思うんだ。もちろん結果も大事だけど、そういうようなチームになってほしいし、していきたいです。締めです。締めですか。いや、もう本当、ね、自分自身楽しくやりたいし、それが、ね、チーム全体をそういうのでサッカーやれてれば、周りの人も楽しくなってくれるし、そういういろんな人を巻き込んで、G1 っていう舞台に戻らないといけないと思うので、そのためにピッチでしっかり表現して戦いたいです。ありがとうございます。